お疲れ様です、マッピーです。今回はこちら、魔の HP アタック 1.05 の竜の HP 1.1 ということで、今日はね、このマナグリ使います。まあ、マナグリって別に強い敵じゃないんですけど、最近ね、ピクニックレーナダリアが出たということで、こいつね、コロシアムで使ってみたんですけど、かなり良かったですね。普通にマナグリのスタメンには入れていいかなって個人的には思いました。 HP そこそこあるし、スキルも軽く出るし、コンボスキルも 1.6 倍出るってことで、メリオダスよりも火力は出るんですよ。まあ、ただ呪いの、かかる枚数であったりとかね、そういうところだと害悪度はメリオダスの方が高いんでね、まあ、出した時のね、その出された時とか出した時の期待感っていうのはメリオダスの方が高いかなっていうところなんですけど、まあ、僕はねメリオダス持ってない中でエナドリア使ってみたら結構良かったんで、こいつでやっていきたいと思います。よいしょ。今日カップ戦なんだよな、やだな、マジでやだな俺さ、聞いてくんない？さっきまでさ、よし今日こそ俺エヴァンゲリオン見に行くわって思ってたんだけど、うわ今日カップ戦あんの、じゃあもうお疲れ、できない、もうエヴァンゲリオン見れないっていうことで延期になりました。もうエヴァンゲリオン見たかったのにな。まあでもカップ戦頑張るか。月に1回1日だけ1日60戦するっていうね、もう地獄みたいな日が来るんですよ。けど頑張ります。おっと、火炎か。まあ、威圧が怖えけど、押せれば何度もなるさ。こういう対面こそ、レーナダリアが光るんじゃないでしょうか。オッケー、オーラも2枚引いている。レーナダリアしっかり呪ってくれよ。さあ、ここはレーナダリアいっちゃいますか。ただ、コンボが、ね、一番右固定呪いだから、そこの呪いは期待できないか。まあいいや、左行こう。よいしょ。早めに呪っちゃって。痛い。頼むぞ。呼ぶのに2分の1、あーん外すそこかよ。けどこれ、ああでもそこステイか、ステイしたな。あ、そうか、一番右がこれ重なるから、それを考えてってこと。しかもちょっと待って、そこ強くね、そこの火炎でんの、ちゃんと火炎でんの強くね。まあ一旦これは岐阜県行こう。おら、岐阜県の平和を守るため秘密の騎士から出動ワントスリーよ。よし、でこれで一番右が重なり呪いにして、でその呪いにかかっている駒が一体何なのかっていうところですね。さあ、安倍総理普通に強えな。ただ S3 枚切ったら安倍総理効いてるし、ここロックのタイミングな気がするな。6行こう。ヤンドーラ釣れる可能性はある。まあ、釣れないにしても相手の打ちたい駒を打たせないようにしたい。釣れないと、そう簡単にはいかないですね。痛い。これまずどうなんの？痛い。これ F4 打つと結局燃えるんで、ここは軽く出した方が美味しくて。マスティマいっときますか。マスティマでちょっと軽く出しておこう。よいしょ。火炎中火。くれ！走れ！恥ずかしい！こんな姿見ないでー！オッケー、これで火力出しの。ただこれあれだな。ルキアコンボないのか。まあ、ロック打つタイミングは別に今ので良かったと思うんですけど。言うてここレース打たれたらしんどいな、左上 X とかに。ただカフネはやべえな、カフネはやべえな、カフネじゃなかったよね。ブブ引け、あーそう簡単にはいかない。どうするこれ。安倍総理終わるにしてもさ、 F4 打ちにくいよな。オッケー、守護こっち行こう。守護こっち行って、吸収入れて、ちょっと外周には置かない動きで行こうか。さあ、このカグネもね、これで取りに行けるんでね、一応。で、どうする？オッケー、そこダブコンゾ？よしよしよし、ダブコンつながってるよ。オッケーオッケーオッケー。で、こいつのコンボが50倍かか。頑張れ、半分いけ。よし、オッケー。ナイス、ファイボー。オッケー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 。これ、どっちが出るんだっけ？ NK 細胞か。よいしょ。はい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 。ナイスコンボ細胞。NK 細胞です。お疲れ様でした。よし。ラブコンナイスコンボ、ナイスコンボと言って NK 細胞と言うんですね。これマメな、知らんけど。よし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 、助かったぜ。よし、こんなテンションで言ってるけど、寝て起きたらカップ戦が待ってるんだろうな。マジで頑張んなきゃ。もうカップ戦つっちゃったわ。カップ戦の時本当にね、なんかあれなんですよ、もうなんかね、60戦やるってなると、昼に2時間マジでぶん回して、で夕方やってみたいな感じになるんですけど、結局夜の7時まで行くんですよ。ほんときつい。本当にきついけど頑張るか。さあ、この対面はロックはあんまり刺さらなそうですね。一旦岐阜県行こう。岐阜県の平和を守るため秘密の基地から出動ワンツースリー。
サンゴットワンは大空跡部、これ三重県なんですけどね。あーまずい、トリプルオーラ、これはまずい、痛い痛い痛いよ、痛え、やばすぎだろ。あーん、これコンボ要因だ、こうだな。まあ言うて今アステルコンボないからそこに付け入りたいけど、俺も IC 来てえな。相手のオーラエグすぎるだろう、トリプルオーラは。勘弁してくれっす。あ、オッケーオッケー、弱い弱い弱い、取れるけど、けどやだな、なんかいけ、はい、よし、いいね、マスティマ物理とコンボでコラボレーション、さっきと同じだな。恥じらえくれ、ペチペチ。ただこれな、アステルの子も使えるんだよな。ただ英語来るんだよな、英語来るんだよな。てか、ま、事故ってくれ、事故らないよね。あー、きつい、めちゃめちゃきつい。これ軽く出さない方がよかったですね。レナダリア、レナダリア、おい、オーラ乗ってくれや、いけ。これもう、あれだ、これはもう、オーラ乗ってここで回復しかない。はい、いけ、はい、はい、いけ、はい、引いてくれ、頼む、手こっちくれ。あ、シビント、オッケー、弱い、よしよし、シビント弱いよ、シビント弱い、いや、あるあるあるこれある、これロックってワンチャンないから、頑張れ。ウッディ、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 俺がついてるぜ、ウッディ、俺がついてるぜ、俺がついてるぜ、君は友達。ロック打ってもね、トップで D5 打たれたら終わるんで、これウッディだ。このウッディマジか。やった、え、耐えるよね、ねえ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 、耐えるよね、さすがに。危ない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 、なくていけー、ブブヒーター危ない、危なすぎる。いや、ウッディ神だわ、マジで。ありがとう。やっぱウッディなんだよな。いやー、ダイヤモンド愉快だ。サンキュー、ウッディ。でも逆に言うと、ロック打ってても、なんとかなってたっぽいな。ロック打って、あ、でもロック打つとあれか。呪いが出ちゃう。いや、でも大丈夫だな。大丈夫っぽいね。それでも、ブブ引いてたんで。オッケー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 。あは。危ないよ、マジで。ウッディガチ怖い。え、じゃねえわ、なんだっけ、トリプルコンポーラコンバだ。怖え。さあ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 。テクニシャンな呪いを見せていったぜ。まあね、今のレーナダリアはね、そんな強くなかったかもしれないけど、まあ、言うてです。けど、火炎タイムのレーナダリア良かったね。二呪いのダメージも入ったし、やっぱこう、圧ってのはなかなかあるなっていう。オーケー、火炎来たな。レーナダリア。二度あることは三度ある。初手にレーナダリアが来ない。夏ブラバね、打ちにくいよね。でもね、あれですよ。2手目 X 打つのはありなんだよね。このデコマだったら夏ブラ打って X カートウッドっていきたいな。相手どうせ縦取りしてくると思うしな。そうしようかな、そうしよう。うん、ちょっと夏ブラね、打ちたくないんですよね、本当は。本当打ちたくないけど、まあ、しょうがないかな。ある程度は許容せざるを得ない。で、相手がエデッサリーダーと。HP 高えな。この3万3000近い HP を飛ばすの結構しんどいよな。さっきダボコン繋がったから言えたけど。あれなかったらそう簡単には飛ばせてねえな。さあさあさあ、オーラ引いてる、引いてる。レナダリアください、レナダリア一丁ください。まあでもオーラ引くってことは手持ちもらうと、ボディアか。まあまあまあ、ここで使うのはね別にいいんですけど、よいしょ。うん、ロックは今のタイミングは使えないかな。え、ここはカートウッド行こう。ウッド X 打ってガズールで削るとかを狙っていくか。よし、返してほしいな。相手もオーラ引くんだったら俺もオーラ引いてよ。オーラ引け、オーラ引けな。一回オーラ引いとこ、一旦オーラ引いとこ、一旦オーラ引いて、で、今見てるこの視聴者の皆さんは一旦高評価とチャンネル登録しとこ。それでウィンウィンの関係になれ。 OK、 さあさあさあ、そいつはまだなんとかなる。いらっしゃいませ。あー、なんとも言えねー、なんとも言えねー、なんとも言えねー。でもこれカズ行くか。カズ行こう。オッケー、カズ行って、バンジョーカズ行きまして、
ッケー、カズイコンボスキルあるんでね、シール打たれても。でもまあ極炎とかは今考える場面じゃないしな、これでいいとは思う。ちょっとめっちゃ燃えてるけどこれパーラとか来たらマジ終わるぞ。これパーラ来たら終わるって結構やばいよね。パーラ来たら終わる、マジで。 C6 パーラ来たら本当に終わる。終わります、最終回です。そうなると、いやでも一応取れるけど、このこいつな、こいつ取れるけど、言うてパーラ持ってくる。あーフラグ回収した、ファイブを2回使われる。けど相手の竜ゴマ取ってファイブを一旦使わせないようにしよう。ファイブを2回使われるのガチできついな。ロックはね、打っても正直しんどい。削らないと。職種にお任せ。 OK 毒入れて、痛え痛え、やべえな、おめえ強いな。やべえぞこれ本当に、マジでやばい。今まだコンボ5使えない。おお、アベル引いてる。でもロック打たなくてよかった。 OKOKOK、 きついわ、言うてきついな。コンボ回復も強いかな、そいつ。はい、いやー、ダメだダメだ、恵まれねえ、これは。こいつは恵まれてねえや、大地の恵みがねえ。くらい、いい火力だけど足んなすぎる、火力足んねえ。こんなんじゃ倒せねえ。パワーをくれ、オラにパワーをくれ。あいつを倒せるパワーをくれ、俺たちのパワーが勝ったーって言いたいけど、いやもう無理だこんなのもうダメだ、おしまいだ、もうダメだ、おしまいだ、マジでおしまいだ、おしめえだこれは。ファイボで終わる。ロック打ったところで次のターンで飛ばせない。最後のレーナダリアあがくか、あがきのレーナダリアやっとく、あがきのレーナダリアやっておきますか。よいしょ。いややっぱファイボ強えな、パーラは。パーラ強えわ、相手でファイボルか、やっぱ強えわ、やっぱ強え。あでもちゃんと最後はオーラ乗るっていうね、自覚あるじゃないか。ああ、また。まあ、まあ、しょうがないじゃん。言うて、火炎、多分相性はそんな良くない気がするな。うん。なんか、今日の補正だと特にだな。なんか、HP、ちょっと削るのきつすぎるな。相手の。高すぎる。まあ、ドンマイですね。まあ、言うても、ちゃんと、少しは戦いになってたんじゃなかろうか。ほい。まあ、パーラもやばいし、エデッサ・ヤンドーラっていうね、こう 1.56 倍の、うん、このバフの量もえぐいよね。さあさてさて、あれ全然当たんねえな全然当たんねえや。でもこんなん当たんないっつってさ、火炎来たら悲しいよな。火炎来んなよ、絶対来んなよ、火炎来んなよ。でも火炎やっぱ一番怖いな。どうやってメタローかなって思ったら速攻系にしないといけないけど、そもそもマナグリってね、今俺の構築自体はね速攻系になってるんだけど、言うてきついっていう。さあ来た、よし行こう。まあ火炎来てもいいけど、呪わせてな、呪わせてくれ、オーラを呪わせてくれ俺が火炎使ってる時は呪われたら結構うわーってなるんですけど、さあ頼むぞ。ふっ、あーメヒはしんどいな、フォースがきついよ。メヒしんどいな、火炎よりしんどいかもしれない、下手すると。あでも手駒強えな、アイシェ引いてる、ブラブラ、エントマリーブラブラアイシェ、うん悪くないと思います。相手の人で見よう、何が来る、春痛いね。まあ夏場ロケるんなら別に普通進行でもいいのかな。よいしょ、OK。 まあこいつはねどっちかっていうと X に打ちたいんですけど、まあ、一旦普通進行とかで言うてもマナグリってそんなに余裕ないからね、普通進行も嫌なんだけど、まあ一回これでいっとくか。普通にあれだな、整えよう、呼吸を整えよう。あはいはいはい、いやでもそれそんなに強くないからまだ大丈夫だ。コンボもまだ共有できるね。オッケー、どう料理いたしましょう。ウッディ、さっき活躍してくれたウッディがここに来てくれた。一旦ブラ行って、さあブラブラ、よいしょ。こっちのブラもいればあっちのブラもいます。ブラジェ天国です。ブランジェッタ天国に、あーブランジェッタ天国だここ。
これブランジェッタ天国ですね。バムにブランジェッタしかいねえや。つわいえつわいえ。しんどいな。はい。ミサツア。ウッドで X かミサトで X か。ミサトで X でいい気がするっちゃするんだけど、ウッドで X で、はい。うん。まあ、ロックが怖いんですけど、ロック以外はそんなに怖くないんで、ウッドってね、別に後半残してもそんな使わないんでね。OK、取ってくれる。はいはいはい。で、これは召喚見てから考えたいですね。このリッチをね、鬱陶しいって感じなんですけど、お、守護強い、ナイス。そこに召喚する。そこの召喚そんな強くないにゃん。守護めっちゃ強いな。ミサト打ってから守護にするか、守護打ってからミサトにするかなんですけど、ロックはこのタイミングだと打たなそうだよね。ミサト後からでも強いかな。いいか。うん、こっちから打ってくれ。いやでもトール引いてそうじゃない？これミサト打ちたかったんだよ、正直言うと。ちょっとトール持ってそうなんだよね、右に。ちょっとミサト打ちたかった感はあるけどな。まあでもコンボ2倍置くっていうのはね、大事なんでね。ただこの、いやしっくりこねえ、やっぱりしっくりこねえわ。絶対トール来る、これ。あ、来なかった。よかった、トール来なくて。オッケー、これでかいよ。で、でも毒杖。で、ここの火。いらっしゃい。オッケーオッケーオッケー。ロック耐性つきました。これでロック耐性つけれた。取るか。取って、右ウェックス来て、2手で飛ばせるか、それとも2手耐えるかって勝負だな。まあ、急所1回打てる。で、罠張ってる。相手打ちにくい。罠回収として倍速切った。アレースは強い。待てよ。今日補正とか特にないよね。はいはい。吸収届く入って、いや痛えな、めちゃめちゃ痛すぎない？やばすぎだろ。はい、虫たちに餌を与えないとな。ブブまだ飛ばないね。いやービナ以外のちょっとよ、エンデガ圏内だよな。エンデガ切ったっけ相手？いや切ってないわ、初手春だもんな。いやービナ以外の負け筋を考え、いやービナだ、絶対ミクラにまみビナなんだよな。絶対ミクラにまみビナだよな。でもこうだな。うん、OK、これでいこう。一応これね、ギリエンデが耐える。ギリエンデが耐える。右側に豆がエンデがならある。OK、悩んでる。これビナの、ビナだったらビナ打つよ。OK、来た。これは来た。これ来たぞ。デが耐えれるよ。耐える耐える。1.728倍しか出ないから耐える。1.8倍出たら死んでるんですけど。OK、これ来た。エンデが耐えれるぞ。よし、ロックは NK 細胞出るよ。OK、ナイスコンボ細胞、ナイスコンボ細胞、ナイスコンボ細胞出るよね。はい、 OK、 ガッチャンでもいい。ガッチャンか、まあ、ガッチャンでもいけるわ。よし、いけ、ガッチャン。カッパッパー、んちゃー、ガッチャンも強いよ。 OK、 あぶねー、マジ怖かった。ビナで負けるってやっぱ怖いよな、これ本当に思うけど。でビナ以外の負け筋がないならこうするべきですね。今のエンデガも耐えれるし、よいしょ、はい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 。今のエンデガがおそらくどんぐらいだっけな、1150入るから7940ぐらいかな。俺の HP 8000あったもんね。よし、危なかった、ガチで。ほんと危なかった。やっぱ怖えな、メヒの対面。うん、メヒきついわ、思うけど。さあ来い。速流、速流か、面白い、面白いじゃないか。ただ HP 高えな。おお、レーナダリア、おらやめて。よし、このレーナダリアめちゃめちゃ強いぞ。恐ろしく強い。まああれや、ちょっとルキアが目の上のタンコブですけど、いやでもこれテュポンが怖いな。まあテュポンが来なかったら何とかなるかな。オッケー、レーナダリア、王子様のために、王子様のために。オッケー、 X いっちゃって、呪い入れて。さあ、この呪いは一体何なのか。上来るよな、さすがに。お、許容、マジか。そこ許容、あー、リューフェリー引いてるってやつですか。けどこれはうん、ちょっとリューフェリーの香りするな。これはちょっと罠が持てないね。オッケー、暗黒でちょっとでも削って入場して。リューフェリー怖すぎだろ。おらやめて。よし、
で、これ元から持ってるから、やつから乗ってるから、そこを出すんじゃないかな。あ、リュフェリじゃない。でかいよ、これは。で、これワンチャンつなぐまであるな。引け、なんか引け、アタッカー。1枚アイシュ。アイシュ。はい。普通にこうしよう。ルキアもあるけど、コンもないし。めっちゃな。で、なんでオーラ行くの？オッケー貫通なくなってた。助かったー。ラッキー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 。全部シャボクションにお任せ。さあ、アッコにお任せして。岐阜県。よーし。岐阜県のヘイム、俺が守る。よしよしよし。さあ、岐阜県といえばゲロ温泉で有名です。合ってるよな。あれ合ってたっけ。オッケー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 。あと1回ぐらいいっとくか。でもレーナザリアいいね、今の。ちょっと今のはエスレンっていう感じもするけど、普通に強かったね。なんか普通にシンプルに強かったわ。シンプルに細かいそういう場面場面の強さっていうか、シンプルに強いわ。レーナザリア、シンプルに強い。さーてと、あ、さらに速攻流。オッケー。レーナザリアの餌食にしてやる。と思ったけど、さっきのさ、あ、この速攻流があれか、ティポイルの速攻流の HP なのか。なるほどなー。はいはいはい、どうしようこれ。不本意だな、初手ロックは。けど、まあ一旦こうかな。オーラ釣れ。ふっ！あー、これ、割とチェックメイトじゃない？あ、チェックメイトな気がするな、これ。これは終わったんじゃなかろうか。カートウッド引くしかないな、これ。岐阜県行って、カートブラ打って、カートウッドだな。ウッドにかけるしかねえ。ウッディ、お前は今日奇跡を見せてくれた。で、ウッディ打ってからのメイが来なければ、いける。あー、ボデューン、怖い、やばすぎー。ウッディ、ウッディ、いや、これ夏ブラ打たない。ワンチャン貫通引いてない説にかけて、ここ繋いだらみたいな。いや、関係ねえな。関係ねえな。いや、でもちょっとでもビビってくれる。いやー、まあまあ、でも夏ブラ打つわ、やっぱ。きついよー。ウッディ、ウッディ、ウッディ聞こえる？ウッディ聞こえる？アンディだよ。アンディだよ。アンディですよ。その進行？え、その進行あるぞ。その進行は可能性ある。よしよしよし、でかいでかいでかい。これでかいわ。オッケー、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 オッケー。ブブ行こう、ブブ行って削ろう。オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと何か虫の知らせを相手は聞いたみたいだな。オッケー、ラッキ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 ー。これラッキー、ガチで、ガチでラッキー、ガチでラッキー。だけどだな。だけどまだ確実に大丈夫なわけじゃない。え、マジでマジで言ってんの？オッケー、それ美味しい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 。勝てる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 ぞ。はい、あたか、うん、いや、いける。待てよ、考えろ考えろ。いや、両方消されるね、両方消されるね、両方消されるんですか。いや、でも両方消したらあれダメなんだ。相手あれ繋がるから。そうだな、これ夏ブラ両方消せないな、相手は。うん、消せない消せない。4枚消せないから。これでオッケー、3950、耐えれるだろう。オーラはない。オッケー、いけるいける。あ、オッケー、ジェイン来るけど耐えて。よしよしよし、毒残ってからのユーハー 1.5。 いけるかな、いけるかな。ユーハー頑張れ、頑張ってくれる。お前 NK 細胞の方が軽く出るね。いや、でもユーハーから切ればよかったか。いや、でも行くしかない。頼む、気合、気合を込めて。よし、危ねえ、危ない、マジで危ない、危なすぎる、危なすぎる。もうちょっと消すればよかった。よし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 、助かったー。いや、これは無言の圧力、俺のカートウッドがあるかもしれないっていう圧力が。 M プーサーとかももしかしたら危険視したかもしれないね。ということで今日はここまでにします。レーナダリーナでした。はい、レーナダリーナね、普通にマナグリに使える性能だと思うので皆さん使ってみてください。まあ僕はね押します。はい、コスト200では
効率をね、あのマナグリ使うときはレーナダリアをね積極的に入れようかなと思ったんで、よかったら皆さんも使ってみてください。この動画面白かったら高評価、チャンネル登録、ミルラムのフォロー等々よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。